はズミカメラの、ミュージアム甘美なるフランスということで、こちらのですねポーラ美術館展に来ています。ベナビスターアートチャンネルをご覧の皆様、美術大好きミュージシャンのタカです。こんにちは。前回の上げさせていただきましたゴッホの動画ですね、非常に反響いただきまして本当にありがとうございます。今回第2弾としましてこちらですね、行ってきました。渋谷文化村ザミュージアムで、こちら今開催中のですねポーラ美術館コレクション展甘美なるフランスということでですね行ってきました。実はポーラ美術館は数ヶ月前にですね行きまして、藤田嗣治さんのですね、特別展がやっていまして、それとともにですね常設展で、モネの作品ですとか、見てきました。今回の、この美術展ですけども、そのポーラ美術館で、に収蔵されている作品を都内の方は、渋谷で見れてしまうというものなので、遠出をあまりしない方はですね結構いいと思います。ぜひポーラ美術館ね、自然に囲まれて素晴らしい美術館だったので、本来であればそちらで見ていただくとより良さが感じられるんじゃないかなというところではあるんですけども、本当にポーラ美術館は、収蔵品の、レベルが高いので、ぜひ行ってみる、価値はあるというか、この展覧会のですね内容の濃いものになっておりました。どういった内容かといいますとですね、時代ごとに印象派、ゴッホなどのポスト印象派、そこからマティス、などのフォービズム、ピカソなどのキュビズム、その後に、エコールドパリですね、ユトリロですとかシャガールですとか、フランスの絵画の歴史が、非常に分かりやすい流れで、展示されているというところがですね、初心者にも優しい、展覧会になっていると思います。もちろんですね、モネとか、素晴らしいんですけども、僕はユトリロの、作品がですね改めて見て、すごくいいなと思いました。この街並みを描いている、ですが独特なんですよね。哀愁もあるし、すごくおしゃれにも見えるし、なんか彼にしか出せないこれ味だと思いますね、こちらもユトリロの作品です。あとですね、実はこちらのポストカードね、毎回僕買うんですけども、ポストカードになってない作品ですごく気になったものがありまして、ラプラードさんっていうですね、こちらはポスト印象派の、方ですね。ラプラードっていう画家のバラを持つ婦人っていうね絵がすごく良かったんですけども、写真はちょっと編集で出そうと思いますが、これがねポストカードないんですよね、ちょっと残念でしたが、はい、では恒例のですねグッズの紹介に行きたいんですけども、今回はですね無難にと言いますか、今回ポストカードを購入しましたが、それ以外は一応今回はですね、買ってないです。ただポストカードもね本当に作品が素晴らしかったので、こちらのですねモネの作品ですとか、これサンラザール駅のですね、線路、僕他にサンラザール駅の絵は複製画で持ってるんですけども、そちらと違う、ね描き方をしているものです。これとかね産業革命の象徴としてこの汽車が描かれているって感じなんですけど、こちらもですね移りゆく時代を描いたような作品になってます。あとは、先ほど紹介したユトリロの作品とか、あとゴッホの珍しい赤を使った作品とかですね。こちらはピサロですね。ピサロなんか点描って珍しいですよね。ルノワールのレースの帽子の少女。これ目玉の一つです。あと僕が大好きなですね、シニャックの、これ点描のね、綺麗な作品とか。という感じでですね、ポーラ美術館皆さんぜひ行ってみてほしいんですけども、ポーラ美術館のグッズが素晴らしいんですよ。それを紹介したいと思います。ポーラ美術館ってカフェがありまして、そちらで出てくるカップがですね、これモネの睡蓮の、絵を、こちらカップにしているものと、あとルノアールの作品のねこの赤
両方買ってしまうというね、これ見たらね、買いたくなっちゃうんですよね。ですね、グッズはポーラ美術館で買うのがね、結構おすすめだったりします。という感じで今回はですね、ポーラ美術館コレクション展に行ってまいりました。ではまたお会いしましょう。カフェタイナーです。